2021年の水亀座の運勢ランキングはなんと最下位ですと言われたら、ふざけんなバカ野郎というふうに思うと思うんですけれども、思って正解です。ふざけんなで正解です。もう最下位とか言われても全く信じる必要ないです。そもそも12星座別でランキングをつけるなんてやり方が根本的におかしいんですね。ところが人ってやっぱりなんかそういうランキングとかつけられるとなんか信じてしまったりとか、やっぱ面白いとか興味を持ってしまうんですけど、そんなのは本当にデタラメですから。で、ランキングがデタラメなだけではなくて、これ恐ろしいところは、デタラメだって分かっていても、まあなんかお遊び程度だなって思っていても、やっぱり最下位だとか言われると、やっぱりどっかに心に引っかかっちゃうわけですね。で、例えば1位とか言われたら、ああ1位なんだ、いいなっていうふうに逆に前向きに思えるからいいんですけど、やっぱり最下位だとか悪いこと言われると、なんか実際に悪いことがあった時に、そんなに大したことじゃないのに、ああなんか占いで今年自分の星座はなんか12位だとか言われてたからな、だからやっぱり悪いのかとか、だからやっぱ動いちゃいけないのかなみたいに、全然そんなことないのに占いでそう言われたからやっぱりそうかもって思い込まされて、本当に悪い運勢になってしまうので、この占いの洗脳手法にはね、ぜひ気をつけていただきたいなと思っております。で、占いを全て否定するわけではないんですけれども、やっぱりこういう悪どい占いの手法とか、やっぱり占いにはやっぱ注意点があるので、どういうところに注意したらいいのかとか、どういうやり口には気をつけた方がいいのかという解説本も Amazon Kindle で書きましたので、ぜひねこれ読んでいただいて、これからね2021年の運勢ランキングとかいろいろ出てくると思うんですけど、それを読む前にこの本を読んでいただいて、変な占いに騙されないように、変な占いに人生を悪い方にコントロールされないように、ぜひこの本を読んでいただきたいなと思います。